中西俊博です。今日はバイオリンを弾いたことがあるけどもエレクトリックバイオリンはまだ弾いたことがないという人とか、そもそもバイオリンエレクトリックバイオリンってどう楽しいのとか、どんな機材を買ったら音が出るのとか、そんな、ね、ことがわからない人たちのために、ちょっとレクチャーをします。楽器はヤマハの YEV-105 を使います。エレクトリックバイオリンって、まあ、そもそも音があんまり出ないのが多いんですよね。うん、寂しいよね。こんな音しか出ないので絶対必要なのがアンプとスピーカーですね。で、あとはそこにつなぐためのシールドケーブル。この中で、シールドケーブルっていうのは普通に楽器屋さんにあるギター用のものが利用できます。で、アンプの方なんですけど、世の中にねすごいたくさん出てるんだよね。で、選択肢に本当に困るんですけども、まず第一の選択肢、家庭で気軽に楽しみたい、セッションしようとかライブに使おうとかそこまで考えてないなんていう人にこんなおしゃれなものがあります。じゃーん、これねすごい軽いんですよ。でね、どこでも持っていけるし、これだけで音が出るんです。では音を出してみましょう。まずですね、シールドケーブルを楽器の出力のところに挿します。そして逆側をアンプのインプットに挿します。そしてスイッチを入れる。そしてボリュームを音がちょうどいいぐらいのところまで回していく。これで音が出ますね。これね全然違うんですよ。ないと、ね、寂しいですよね。あとこれについてる機能としてリバーブっていうのがありますね。あの残響です。これがねクセモンなんですね。気持ちいいですよこれ。ね、それからあとトーンコントロールっていうのがあって、これで音の、好みの音に近づけるためにちょっと低音を増やしたり、高音を削ったり、ちょっと音がきついななんていうところにちょっとまろやかにしてみたり、そんなことができます。これねこんな小さいのに結構楽しいんですよ。第二の選択肢、もっと大きな音を出したいとか、友達呼んでセッションしたい、ライブハウスにも持って行きたい、なんかそういう時に、おすすめなのがアコースティックギター用のアンプですね。これもちょっと音を出してみましょう。こういうアンプはですね、さっきのよりもスピーカーが大きくて図体がまあ大きいんですけども、でも大きな音も出るし豊かな音も出やすいです。では第3の選択肢、今まではアコースティックギター用のアンプを使っていました。そういう場合はこのバイオリンの綺麗な音質とか繊細なところをこう出せるような設計になってるんですけども、例えば俺はロックしかやらない、ガンガン音を歪ませて思いっきり派手にソロをやりたいっていう人のためにこういうアンプもあります。エレクトリックギター用のアンプですね。これ全然音が違いますよ今までと。気持ちいいですね。こんな音が出るアンプもあります。ここで一つね、あの注意点を、言っておきますと、このヤマハの YEV っていうのは電池を内蔵してません。内蔵してないと僕こう軽くてねとても好きなんですけども、この後に何をつなぐかっていうのを選ぶ場合があります。で、アコースティックギター用のアンプっていうのは、こういう電池内蔵でないのをそのまま直に挿しても全く問題ないんですけども、エレクトリックギター用のアンプっていうのは時々、マッチングしないものもあります。音がこうすごい細くなったり低音が出なかったり、そういうことがあるので、そういう時のために、プリアンプというものを普通は使うんですけども、僕が皆様にお勧めしたいのはこれです。ライン6のワイヤレスシステム G10、 これをつなぐとどんなアンプにもマッチングすると同時にこういうシールドケーブルがいらなくなります。
捨てちゃいますね。それでこれをここに挿す。そうすると電波になって音が飛んでいってここで受信する。でその受信したものを受信したものをここに、アンプに入れる。そうするともう音が出るわけですね。そうするとね、ワイヤーがないのでケーブルがないのでもう自由に動けます。ケーブルがないだけですごい自由です。主なアンプの種類をね、説明しましたけど、もう一つあります。第4の選択肢、それはパワードモニターを使うというねやり方なんだけども、今までのアンプっていうのはこのギター用のアンプなので、ギターを鳴らすのに特化している。それを使ってバイオリンを鳴らそうということなんですけども、パワードモニターっていうのはまあ何でも鳴らせる、声でもオーケストラでもドラムでもね、そういうアンプなんですけども、ギター用のアンプのようにリバーブがついていたりトーンコントロールがついていたり、そういうことはあまりないです。ただアンプとスピーカーだけ、すごいシンプルなんですけども、それだけにちょっとこう安くてパワーのあるものがあったりします。これですね、パワードモニター。これちょっと大きいんですけど、もっと小さいものもいろいろあります。結構いろいろ言ったのでもう一回おさらいしましょうか。まずシンプルに部屋で一人でもう本当に楽しみたいという人は THR ね、おしゃれなアンプですね。そして、もうちょっとアクティブに友達呼んでセッションしたり、ライブハウスに持てったりして、音楽をしたいという人はアコースティックギター用のアンプ。そして俺はロックしかやらない、音を歪ませてガンガンに行くんだっていう人はエレクトリックギター用のアンプを使う。そしてもう一つの選択肢として、楽器用のアンプとはちょっと違うけどもパワードモニターを使う。割と安くてパワーのあるものが手に入りやすい、ね、何でも鳴らせるようにできているので音もフラット、そういうことなんですけども、もう一つ忘れてはいけないのがこのワイヤレスシステムですね。エレクトリックバイオリン使った時にこのコードがいつもあって邪魔だなっていう人はこれを使うと解決するし、それよりももう一つ、どんなアンプを後にこれの後につないでもマッチングする、とても安心です。ではね、ちょっとエフェクターを使った演奏を最後に聞いてください。